自己放棄、自己消滅、なんか自分を出さない方向で逆に自分を出すというような、あるものがある状態でただあるだけ、ただある、このただっていうのは大変難しい問題だと。見えるものの中の見えないもの、見えていないものの中で見えてくるもの、それぞれの人の何かが起きた時に表現が成就するっていうのかしら。僕ちょうど今年で50年になります。1960年、高校を出て東京の研究所で石膏デッサンやったりなんかしてる時にですね、ヨンビリアンデパンダンっていうのがあると耳にしまして、私日立というところの出身なんですが、海岸がありますので海に流れてきたものをキャンバスにベタベタくっつけたような変な作品を作ってまして、それを出してたんですが、篠原牛尾さんに憧れてまして、アンデパンダンの会場では今で言えばストーカーなんですが、後ろずっとついて歩いてたぐらい、これこの人が篠原さんなんだ。でネオダダの第1回転をやってる銀座画廊というところへ訪ねていきまして、田中ですがつって篠原さんとか挨拶したら、おめえが田中かって言われて、ガキじゃねえかって、たら篠原さんが成りが気に入ったからっつって、ネオダダのホワイトハウスが新宿にありまして、そこへ連れて行ってくれたんです。で毎日朝来てはお酒を飲んだり、うろうろして喧嘩をしたり、プレスリーの監獄ロックで朝から晩までダンスを踊って、で戦後の日本の美術を変えていった人、工藤さん、三木さん、篠原さん、吉村さん、そういうところに高校出ていきなり入れたという私の幸運さといいますか、ネオダダが私にとっては学校でした。で何にも知らない私に、篠原さんは田中こうしろああしろ、お箸の揚げさんやから鼻かむ時はこっち向いてかめとか、お父さんの役割みたいな、まあ僕は父親も亡くしてましたので、いろんなことを教えてくれました。それから先日この前亡くなった風倉翔さんというパフォーマーの人は、えらい本を読んでまして、もうシュールダダ何でも知ってる。僕は何にも知らないもんですから、何でも風倉さんとこれは何ですか。で詩人のロート・レアモンっていう人の、ロート・レアモンっていう門はどこにあるんですかって、ほいでこれでまた笑われて、もう本当にお前みたいなバカって面倒見れないなって。これが当時の作品の再制作なんですが、くず屋さんばっかり歩いてたんです。たまたまあるくず屋さんにおもちゃのピアノがあったんです。夜間を30個ぐらいつけたのを作って、洗濯機のモーターをくず屋さんから外してきて、一応自動的にピアノを叩くような作品を作りまして。で、ネオダダの良さっていうのは、十何人いて一人として同じ方向に行ってる人がいないんです。篠原さんからはいつも逸脱しろ、逸脱、とにかくずっこけろと、しょっちゅう逸脱、まあ、私は篠原さんを非常に尊敬をしていたんですが、この人と同じことをやったらばダメだな、自分を何とか見つけなきゃ、もう少し目立たない感じで目立つと言ったらいいのかしら、そういう方な自分像、作家像を作る方にシフトしていったのか、そういうのを感じますね、今こう思うと。これが30の時にベニス・ビエンナーレの時に作った、私が作ったカタログなんですが、あるものがある状態でただある、ただある、何かが何かであるんじゃなくて、ただある、このただっていうのは大変難しい問題だと。で一つのキーポイントは点線面という個展を東京画廊でやらせていただきました。今でいうインスタレーションのような空間を作ったんです。で私の中から戦後美術といいますか、アンデパンダン、ネオダダのような匂いが抜け去ったんじゃないかと思ってんです。1960年から70年ぐらいの間にはポップアートだとかオプチカルアートだとかミニマルだとかどうのこうのいろんな考え方が来たので、美術の考え方がファッション化されたのかしらっていうぐらい、古いも新しいもなくなってですね、自分でそれぞれ自分 の世界を作ってたっていうか、で私の場合には自己放棄、自己消滅、自己消去、なんか自分を出さない方向で逆に自分を出すというような
本当にあの作家が消えちゃってですね、作品だけがただある、これはやっぱりすごい刑事上学っていうか哲学だと思うんですね。例えばこれはですね、球体と立方体で、球体は大地に点で接している、それからこちらは面で接している、とで、こちらは曲線しかなくてこちらは直線しかない、これも普通でわかることですよね。で、これを例えばこのぐらいの大きさにするのか、このぐらいにするのか、今言った問題の中では大きさを自分で操れるというまだ余白が残ってんですね。で、これはあの誰にも言ってないんですが、40年前の私の体重が73キロ、両方が73キロの重さになってんです。で、そこでもってもう大きさを操れないという形と物体に全てを依存させちゃってる、そういう条件の中でやったから、きっとここには私の意図を超えた何かが、そのために起きてくるオーラといいますか、表現の向こう側、物体の向こう側の何かが出るんじゃないか、私の体重という重さで限定された形というところがこの作品です。これはあの10年前の作品なんですが、僕はあの作品の中に政治性だとか、あの民族のどのこのでいろんなものは一切入れたくないんです。作品っていうのは目に見えたその状態の中だけで起きていることであって、人々の生活とかいろんなこととはその何らかの関係を持っちゃいけないというのがどっかにあって、だけどこれだけは不思議と、当時今から10年ぐらい前なんですけども、 9.11 のビルが壊れる2、3年前かしらね、個展をやった時なんですが、その頃ね、いつもね、本当にキリストの人たちって、まあイスラム教とユダヤ教とエルサレムですか、しょっちゅう喧嘩ばっかりしてるという、で、ああそんなところは誰の領域でもなくすればいいんだということで、この作品を、僕の造語なんですけども、無域、領域がないと無域で、これは断面が丸と三角と四角でできた同じ長さの棒がここで合わさってるわけです、三つの要素が。で、それぞれが支え合いながら喧嘩するんじゃなくて、あのでこれはあのプラスです、あのみんな長さが同じですから、キリストの十字架は長くて、あ、これがいけないんですね、長さが違うから、これは全部長さが同じですから、そういうことで、これだけはちょっと純粋に美学だけという領域じゃなくて作った記憶があります。これはですね、垂直と水平という条件が90度というところで交わってるっていうことなんですね。もう最も基本的な形で人々にどういうことが訴えられるのか。で、水平と垂直というのは一種鏡に映したらば自分の姿というか、要するに虚像と実像で、これは変更という題名にしました。これは円錐をただ重ねただけです。バラバラにするとこれ2つの円錐です。60度と30度かなという角度で作った円錐を2個重ねるとこの形になる。だからただ2つの円錐が寄り添ってるだけで、当時まあバッハが好きだったんです。この人は何で音を使って何かをやりたがってる、音の後ろに何かが秘めてるのがバッハだなと。例えば平均律グラビアの曲集、これはまあ20曲かいろいろな長いんですけども、これも驚いたんです。どこから始まってどこで終わっても全然関係ないんですね。途中から聞こう何しようが出発も終わりもない、すごいな。で、一番弱い音、ピアニッシモ、なんと心地よい響きかなと、聞こえるか聞こえないような音で、僕のが見えるようで見えないような彫刻ですから、僕の作品自体がピアニッシモだなと、でピアニッシモという題名にしました。私の悪い癖は気をてらってるのが、同じ個展をやらないんですね。だいたい僕の場合には他の人がやったのにも、田中は1回でもって完璧なその完成度の高いところまで行っちゃうと、だから2回3回やることないって言われたことがあるんですが、ああもうやることがなくなっちゃったな、ここまで来たらおしまいだなっていう、ある絶望と諦め
を感じてた時があるんですが、まあ、うまい具合にその時そこでもってがんになっちゃうんですよね、私が40で。これで手術をしましたが、リンパに飛んじゃってもう一回手術して、大体は死んじゃうんですが、悪夢がするのか今こうやって皆さんの前にいるんですが、5年ほどもうダメだなと思って、今はもう慌ててもしょうがないからゆっくり酒でも飲んで、もう死のうと思って、毎日海を見ながらガーッてお酒飲んで、だんだん太ってきて、だんだん元気になってしちゃって、私の家が太平洋の前にありまして、窓を開けると島一つないから、本当に地球が丸いっていうのが分かるような太平洋の水平線が丸く見えるほど、こう180度って海なん、雷の日なんか綺麗なんですよ、太平洋に雷がビビ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 ッと落ちるんですね。それで、あ、そうだ、風景は垂直にやってくるっていう題名が浮かんだんです。私は自分でテクニックにある程度の自負を持っていましたから、死ぬ前に自分の持っているあらゆる技量、フォルムに対して、色彩カラーに対して、マチエール、いろんなものを完璧に操った表現をしたい。で、私の場合には境界線をまたいているような作品が多くて、平面の絵画かと思うとレリーフであったり、彫刻かと思うとこんな薄い彫刻であったり、まともにはいかないような、そういう因子を持って絵描きになったんだからって、逆にガンをやった後は自由に物が作れるようになりました。で、ミニマルアートっていうのは本当にやってて何にもやることがないから頭がおかしくなっちゃうんですね。問題点の先には何があるんだ、それは問題点だって、点の先には何にもないんですよね。で、真っ暗になっちゃったんですが、でやっぱりみんなもこれで飽きちゃって、そしたらやっぱり21世紀に入るんですね。で、21世紀に入ったらば、なんつったってインターネットですから、超微粒子の点描画ですよね、全て音も絵も写真も全部点描画になっちゃった。人間が自分で考えるということを放棄して、見つけて選び出して並べるだけとか、要するに脳のある部分しか使わなくなってきてますので、デジタルという全部点の粒になっちゃったって、芸術も人々の生活も随分変わるんじゃないかと僕は思ってるんです。言葉で思考するというのは思って考えるって言いますね。私が思考しろというのは、視覚の視に考えろ、目で考える、思考しろ思考しろ、それは目で考えることを私は思考と呼ぼうとしているわけです。どうしても私たちは言語を介在させて理解しようとする。目で瞬間的に3秒見た情報というのが、これを言語で解説した場合にはかなり膨大な文章を並べないと理解できるところまでいかない。目で見る絵の表現というのは、人々がそこに佇んでいるものに寄り添って理解するというよりは、共有したそれぞれの人の何かが起きた時に表現が成就するというのかしら。形は丘の向こうから無の状態でやってきて、無の状態で去ってゆく。意味などどこにもない。私の見たいものは私にしか見えないのに私にも見えない。どこにも定着しないこと、決して定住しないこと、丘の上を飛び続けること、狭間をさまよい続けること、雪の降る日も一羽、意識は冬空を待って。本当にキザなんですよね見える作品の表情の裏側に見えないものの姿を見せなきゃいけない。要するに見えるものの中の見えないもの、見えていないものの中で見えてくるものというのが本当のテーマじゃない。眼前にある作品をただ解説するように、これはこうでこうで、人々の悲しみといったの、喜びとこんだって、それはそれでいいんですが、その奥に多分何かがにじんでこない作品というのはそれほどの表現じゃないんじゃないか。ある意味では芸術が芸術やってるうちは僕は芸術だとは思ってないんです。芸術超えちゃいないと、誰も芸術なんて言わないところから芸術が始まる。50年やってても
私の個展の回数は非常に少ないです。7年に1回ぐらいなんでしょうかね。で今は10年経ちます。で何かをやってるんです、アトリエでは。でそろそろ出てきそうだなと思うと酒飲みすぎて消えちゃったりして、なかなか出て、でここのとこやっとですね、もし生きてれば次の個展ができるなっていうのが見えてきました。作品というのは本当にありがたいというか、40年前に作った丸と四角がここに今並んでまして、作品の自立、作家から作品だけが一人でどん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 歩っていっちゃう。だから私が死んでも歩っていってほしいなと思います。作品自体が生きていってほしい。でさっき言った思考ですね、目で見る、旅をしてはいろんなとこでもってこれは表現につながるなとか、やっと見えてきました。確実にそこにあるんですが、ないような表現、ないようなんだけども、よっぽど深度の強い存在感を示すみたいな、あって驚くでしょうね。これで終わりなの、もう完成してんですか。そのぐらい簡単なのを長い時間をかかって作っていこうと思ってた。瞬時に現れたような装いをしながら、実際にはかなり長い時間セミのように力を打っててっていうかな、そういう表現になればいいと思ってるんですが。